鉄のカーテン北大西洋条約機構ワルシャワ条約機構非同盟諸国鉄のカーテンは冷戦時代のヨーロッパにおいて東西両陣営の緊張状態を表すために用いられた比喩である。同じく冷戦による分断の象徴として有名なベルリンの壁とは異なり物理的な構造物のことではない。イギリスのウィンストン・チャーチルが 第61代首相を退任後の1946年3月5日、アメリカ合衆国大統領ハリー・エスト・ルーマンに招かれて訪米し、ミズーリ州フルトンのウェストミンスター大学で行った演説の中で、下記の演説をしたことにちなむ。フロム・シュテティ・ニンザ・バルチック・ツー・トリエステインザ・アドリアチック。 アンアイアンカーテンハズディセンディドアクロスザコンティネントビハインドザットラインダイオールザキャピタルズオブザエンシェントステーツオブセントラルアンドイースタンヨーロッパバルト海のシテッティンからアドリア海のトリエステまでヨーロッパ大陸を横切る鉄のカーテンが下ろされた中部ヨーロッパ及び東ヨーロッパの歴史ある首都は全てその向こうにあるウィンストンチャーチル米ソレーセンの緊張状態を 表す言葉として盛んに用いられた。その後、ヨシップブロズ地頭が指導していたユーゴスラビア、またアルバニアが社会主義国でありながらも東側陣営から離脱して非同盟の動きを見せたり、ドイツの東西分裂により生まれたドイツ民主共和国が発足後に東側陣営へ組み入れられるなどして、境となる線は何度か変化した。有名になったのは、 上記のチャーチル演説以降であるが、それ以前にも用いられていた子であり、ナチスドイツの宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスが、第二次世界大戦末期の論文で用いたほか、ロシアの作家、バシリー・ロザノフが1918年の著作、我らの時代の目視録で、鉄のカーテンが、ギシギシと音を立てて下ろされ、ロシアの歴史にも幕が下ろされたと記している。 ソビエト連邦のサッカリフにクーリンが表したエッセイの中にもヨーロッパの東西陣営の緊張を表す言葉としてこの文句が登場している。この鉄のカーテンはヨーロッパの東西分断を象徴する言葉でもあり、西欧、東欧という表現が盛んに用いられる契機ともなった。西ドイツの東方国境は軍事的緊張が強く、名実ともに、 東西対立の最前線であった。ブルガリア人民共和国の南方国境もまた、東側海軍力の地中海進出の成否を左右する戦略的なポイントでもあった。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国においては、同じマルクスレーニン主義国家のワルシャワ条約機構諸国との対立が、資本主義諸国との対立を凌駕するほど激しく、鉄のカーテンは、 ユーゴスラビアとワルシャー条約機構諸国との間にあったとみなされている。NATO とユーゴスラビアの間の軍事的緊張は NATO とワルシャー条約機構ほどのものではなかった。NATO 加盟国のギリシャ及びトルコと集団防衛条約であるバルカン条約を締結してもいる。ただし、ユーゴスラビアはあくまで非同盟の立場を貫き、直接的に NATO に組みすることはなかった。 当初のアルバニア社会主義人民共和国は鉄のカーテンの飛び地として国境を接する諸国と敵対状況にあったがワルシャワ条約機構だったは東西両陣営ともユーゴスラビアとも敵対し独自の閉鎖的国境を維持したフィンランドは西側諸国と同様の政治経済体制であったが外交、軍事的には親ソ連の立場であったヨーロッパで 鉄のカーテンを象徴する出来事は、1948年6月24日のベルリン封鎖、1949年の東西ドイツ分離独立、1961年8月13日のベルリンの壁の建設である。ドイツは両陣営によって東西に分断されたため、特にカーテンの影響を受けやすい状況にあった。また、他の衛星国でも1949年の ハンガリーを先駆けとして、西側諸国国境沿いに鉄条網が敷設された。鉄のカーテンが存在したことを示す、看板1989年5月、改革を進めていた時のハンガリー首相ネーメト、ミクローシュにより、ハンガリーオーストリア国境間に存在した鉄条網が撤去された。ハンガリーの西欧復帰を目指した政策の一つであったが、これが、 鉄のカーテンに穴を開けることになった。この報道を西ドイツのテレビ放送によって知った東ドイツ国民はハンガリーを経由して西側に亡命できると思い同国に殺到した。8月19日の半ヨーロッパピクニックを経て9月11日にはハンガリーは東ドイツ国民の西側諸国への出国を解禁した。そしてこれにより 東ドイツ国民が西への出国を求めて、チェコスロバキア、ハンガリー、ポーランド等へ殺到。東ドイツ国内でも、政府への不満と自由を求める動きからデモが頻発し、11月9日のベルリンの壁崩壊に至った。また、東欧諸国でも民主化運動が勃発した。1990年10月3日には、東西ドイツが統一され、これをもって、 鉄のカーテンは消滅した。鉄のカーテン消滅は、ドイツを中心とした、中央の概念が復活、クローズアップされることにもつながった。ウィンストン・チャーチル、シンス・オブ・ピース、マイナス・ウィッキーソース。鉄のカーテンとは、コトバンク。2021年2月18日閲覧。解説、鉄のカーテン撤去までの道のり。wwww.afpbb.com。 2021年2月18日閲覧。鉄のカーテン撤去までの道のり。AFP。2020年5月12日閲覧。ヨーロッパマストノットエフェクト。ニューアイアンカーテンズ。アゲンストマイグレンツ。ボーンズフォーマージャーマンチャンセラーステレグラフ午前10時5分。BST31 オーガスト2015ハット。レフューアンゲスクローズアズ。カンガリービルズ。 ニューアイアンカーテン、ツーストップティーンプトオーガスト25、2 0 1 5時45分、AMEDT、先駆者だった川上氏、ドジャース先法、アキラのカーテン、新規軸を次々とスポーツ日本2013年10月30日閲覧、菊のカーテンを開き陛下が目指す象徴天皇の役割は、朝日新聞デジタル、HTTPS、 w w w a s a h i c o m アーティクルズアスキクブロクベドキクベアルズ 00phtml 2018年10月29日閲覧ありがとうございます